はいもじゃ、とりあえず、ちゃかチゃん。ちょっと待ってね。えっ、ー、と、嬢々ですね。まあ、昨日グリーマックスから新鮮衣装出ましたんで、まあ、軽く掘っていきましょうかね。とりあえず値段が高かったんで、薄めにいきましょうかね。えー、ポスター2枚目、えー、9ト国電の変な方が入っております。興味ある人だけ見て。で、こっちですね。まあ、事実上こっちが一応 B なんですけど、に今、1枚目か。よいしょ。一応今回、まあ、ま、あそうですね、全車両指鉄で出ました。 一応、えっ、ー、と、ほとんどが4月で、京急と、えー、一部の名鉄関係が、あ、ごめんなさい、ここっかすね。名鉄と京急だけが3月でございます。早速、しっかり行きましょうか。えー、品番31567と連番で56869。えー、7700系のえー、4両プラス22で出るみたいです。あとは知らん。<laughs> 一応、こちら、パノラマカーのイベントあ白帯、こちらっすね。復刻されたやつが、えー、座席指定の、撤去後で1五も撤去か。 詳しくはこっちかな。で、あと上がなんか、右、え、に、ー、みたいですね。まあどうせ多分ライトユニットが入んない、えー、お魚のやつでございます。一応こっち4月ですね。で、3月こちら、えー、名鉄スタートはあれですね、一0のやのの廃車になった、えー、模範ユニットか。それの第3、第4編成の、えー、編成ですね。まあそれの廃会セットがイエルの、えっ、ー、と、これなんか、まあそうですね、過去に言える2両セットの機関車が出てたんですけど、まあ今回はそれですね。それも再生産プラスアルファで、えー、4万2千と。まあだいぶ高いですね。 まあ、この機関車だけで18なので、まあ、客車に24の、まあ、電車、まあ、こっちの廃車になった電車に24の価値があるかっつったら、多分ないとは思うんですけど、まあ、どうせライデリットもつかないお釈迦のやつですかね、こっちも。で、3300系、3050系。一応、3300系は、エコノブトリンかなんかの一段が出てた気がするんですけど、えそれの一応、一次車、二次車、えー、どれかありなし、で2二車の二色、えー、セットがどれかありなしで出ますと。一応、こちら再…え、そうですね、まあ、れ強くなっただけですね。あと、再生産で近鉄アバンライナネックスト、えー、6年のですね。 今座席表示変更後のやつが3月に出ますとで、ついてこっちですね。まあ、京急の6両、えー、まあ、早い時期に出ましたね。確かまだ8両が出荷されてないはずなんですけど、されてたっけえーと、京急、京急。あ、これか。確か4両がつい最近か、1、2ヶ月で出荷されたはずなんですけど、ただまだ8両の方に関しては出荷食ってないはずなので、 あ,あ、これっすね。あ,あ、これ4両か。4両は4月だから6ヶ月前か。あ,あ、その8両こっちっすね。そうですね。まだ今月下旬で四角ってないんで、まあ早々出してた感じですかね。まあ一応6両のなんか3万1000円ってことで、まあマイクライスが2年前に出したやつよりちょっと法外の値段になりましたかね。一応普通ヤポト急行で更新後の原稿スタイルいうことで、まあ全部 LED 式。6両で3人はーって感じっすかね。おそらくこれ生麦だな。まあいいや。 で、半径1,300二2社の、えー、これか。第3編成が白ライトか。8両固定の2社が、えー、全体白色 LED。で、西部がこちら、6000系の、えー、既古新車。一応これはえー、パンタグラフがなんか、やや小型の PT4 を選択し、まあ、新規製作と。まあ、重量で5万6千円。あ、ごめん、4万6千円か。うーん、そうですね。まだ安い方か。ま、あ、不屈新タイムになるんですかね。あ、そうですね。 で、こっち、えー、西武3万件のエッグの新宿線の、えー、分割遠征と。そうですね、池袋線の方が出てた気がするけど、まあ今回8たす2のエッグが。一応こちら重量で5万3千円と。まあそうですね、ちょっと高いですかね。そう考えると、そうですね、こっちだいぶ安いですね、4万6千円。確か東急とあんまり変わらないぐらいかな。確か東急の86もこれぐらい出たはずなんですけど。っていう感じですかね。で、興味あるやつだけ見ていきましょうか。あ、間違えた。 多分ライトつかない名鉄先に行くかどうせ中間のライトはいつものごとくっすね一応こっち名鉄なんだけどえー、73年デビューなんでまあ一応まあ50年弱か2001年三河線和門店かの中心に移籍車体側にある座席を撤去2010年に退体まで活躍うーんまあ一応第9、えー、第9大 15? まあいいや一応ユニット式と、えー、車両コーポリティンする全面集別新規セッカーの、えー、レシャムシャンというユーザー取り付け シューズボッ,クスッイーかまあ4両ケースと。で、こっちが2両ずつがビデオ、えー、ごめんなさい、ビデオケースか。そうですね、一応こっちもあると。そうですね、2両ケースなんでビデオケースか。一応こっちは多分全車ライトつく感じですね。で、同じく造血と。うーん。まあ、懐かしい感じはするけど、あんまり知らんねえな。 で、一応、名鉄の改装列車。どうせこれ、戦闘車はライトつけないよね。うーん、ああ、そうですね。一応、1700系の戦闘車2両あるんですけど、ライトユニット見てんと、か。うーん、それで4万2000の価値。まあ、1人少なくとも鉄道系の YouTuber、NG か。うーん、酔って踊り子落とした人買うんすかね。<laughs> まあそうですね一応、イールの方に関しては、多分まあそうですね連結切り離しを見るように、多分ライトはつくはずなんですけど、一応、白色低ライト、白色よ、作業者、白色と、そうですねー、運転された120系の、あ、いや、配車派か。うん。確かに、1000系、1200系だっけあの元パナラマスーパー、あいつら確か自走してるんだけど、こいつらそうだね、あのクハが、まあ、取られてる影響で、自走不可でって感じか。で、一応、斎、え、藤、ー、さんのように両セット。 一応、この辺に関しては、まあ前回品と同様なんですかね。そんな感じと。で、えー、エコムーブの旧塗装。懐かしいからですね。一応、こちら、えー、3年50系ともに名古屋線を運用せんく。1位輪ン自治体がロングシート転換クロース配置個。で、3号線5号ロングシート。うーん。まあ、一応、3年前か。 車両が入れたえ通過標識と、なるほど、点灯と。あとは、えー、即席は、いつものころ新規制作ではなく、まあ、流用品か。で、しゃみさん、貴ー製作取り付けと、まあ、いつもの白色石器の LED とか。あとは、まあ、一応こっちか。まあ、同じ2両セットと。まあ、快速急行豊橋駅。一応、 まあそうですね。一応、通過ヘリクトミドル。まあさっきの4両と同じ感じか。で、えー、アーバンライナーネクスト。これは何年前のロットだろうまあ一応、再生産と。まあ、第二編成製品か。まあ、いつもお得って感じか。そうですね。これに関してはほとんどがユーザー取り付けないんで、楽っすね。あとは、京急のぼったくり。ぼったくりして知れか。そうですね。おそらくこれは生麦で確定してんな。 うーん、そうですね。一応あ、5年前なんだ。LED 化されたの。全面だけ。<laughs> 一応、エアポートゲコと普通で風邪降6連の変化。一応、第81位です。うーん、救急車の設備、全面表示え新規制作そゃそうだ。アイアランタイにサランタイに貯クセーザ取り付け、それそうだ。ヘッドレード電球、セラー、赤色、白色、まあ電球色か。通過標識とライトニットキの設置、電灯ショットが選択タかな。そらそうだ。そうですね。マイクロエースは裏のドローバーか。あと、一部、選択なしか。 まあ悪くはないんですよね。エアポート急行。ただ、高え。確かマイクロがパチだった気がした。だるまと同時期。記憶にあるんだよな。ただ,だるまと同時期に8両と6両出ちゃったから買えなかったんだよ、あん時だるま3本焼きちゃったかな。一応ここっすね。あとそう、3両も行ってんだ、俺確か、本当にあ、でもそっか、ごめんなさい。9月9月で。あ、そっか、3両行ってんだ。3両行って余計ずにだるま出ちゃったからご。 無理です,そうです、ね、8両の 3V 付加増化の、まあ、更新者と8両の同じかそうですね、まあ、まだ4両の方がマイクロリニューアル食らってないから、まあ、どうなるのか今後未定だとしてそうですねただ高いんだよなまあでも今回1500円にっころって種別と行き先がまあ別の設定の方向膜になってるから まあ側面に関しては、普通と急行さえ入れて、あとは、品川、川崎、羽田。品川、川崎、羽田。浦賀、文庫、鮨、羽山。まあ多分6種類ぐらいの。そうですね、行き先で。うん。あとは種別が本当も普通と急行さえ入れるときはいいはずなんでね。まあそして6両分って考えると、普通の8両の石ーで海賊特急だ、何台入れること考えたら、まあ新鮨と鮨、羽山両方入れても悪くはないですね。で、次が阪急か。 シリーズかなこれ。まあ普通列車か。<laughs> うーん,ん、はぁはは全然分かんない。1八6五点は第二次車か。全勝と悪手でいく更新工事の、えー、一応2年前までの姿か。<laughs> まあ一応そうですね、車椅子ベイビーカーとか全部入って、まあ付属品はなしか。あごめんなさい、結構ついてたわ。<laughs> セントのベンジュレーズで付属して、ライトが終われば、ユーザー取引、学食、赤色いつものことか。 うーん、そうですね。ライトユニット。あ、全部2日引くとか。なるほどね。確かどっちかあんのかな。まあいいや。で、次が西武の6000系か。6000系の第9編成。うーん、そうですね。もうそれでも、かれこれ8年前なんだ。太新戦との直通。あ、おい、どッか。 うん、なるほど。まあ、一応今回大件制、池袋線の3次車。新規制作の上下寸法が発された p 4 1 4、えー、形状が変わった列車ャムサのが採用。車両番号シンゴルマーク印刷済み。全面速入に関しては、まあ、付属セッカー選択肢、多分有用かな。そうなると俺が持ってるあの辺ですかね。6050とか確か俺、黄色のやつは買ったんで、多分その辺かな。一応列車ャたサは新型で付属製作として、キラキラジャンタン一体評価か、えー、電気色、赤色、白色、運行番号白色。なので。 そうですね確か西武の6050のとって確か白色化されたっけやべ、記憶にいいね。確か6050の真っ黄色は買った。よいしょ。う、えーんと、真っ黄色、真っ黄色。 データがないあったあ銀行面かうんーないな60506106アルミ鉄橋試験車俺ねえな そうっすね。ないっすね。あ、これだ。あったあった。一応。これが確か当時。ああ、そうですね。奇跡戦闘仕様だから多分これとほぼ共通になるんですかね。まあ別に、そう考えると値段いくらだ。ああ、フルセット買って5万って考えるとちょっと安いのか。なるほどね。うーん、なるほどね。まあ悪くもないんじゃない 北直方面欲しい方にとってはって感じか。で、最後が、えー、エッグの方か。まあ一応新宿線。まあ、灰島、新宿、本川越え方面か。そうっすね。一応8月に0連戦、九州プ風呂マークの、えー、一応これでも、まあ7年前か。あ、7年前なんだ。えーっと。今こいつ、池袋線に転入した可能性ありそうだな。 セーブ、セーブ。あ、でもまだ。ああ、そうですね。この辺、今、池袋線に入っちゃってますね。新宿線の方見たらもういねえや。えーと、第13、第13。まあ、ありましたね。一応、去年の4月付けで転入してますよね。前寄りの8両は。ま、はい、あ、一応、旧製品同様。 そうですね、もし、あ,あ、ここからでも新規制作か。はあ。あ、確かに今までエッグってステッカーついてなかった。え、ちょ、俺、下村、火属性、ずっと、ステラジャンと、スケジュヒラ平ジョク、一体ジョク、で、電気色赤色、白色。そうですね、まあ、ステッカー新規制作で、全面つくようになるんだったら、まあ、悪くはないんじゃないですかね。そうですね、池袋線系統の方出たら、欲しいかな。で、後ろ寄りの二両は。 こっちが第五、ね、に関しては2014年の8月に入ってますね。だからだいぶ早い時期に食い飛ばされてますね。あ,あ、そうですね。書いてありましたね。113?113?113 に関しては転入日が4月にしか載ってねえや。まあいいや。一応こっちも旧シンボのマークの古い時代の、えー、西部印刷済みの付属性か新規制作か。 まあ俺確かに池袋線のこの重量に関してはグデ玉作った時にお釈迦にしちゃってるんで買い替えるのいなんだよなそうですねライトユニットと床下ぐらいだったら座席ぶち抜きゃそうですね部品取りの流用にはなるけど部品取りの流用で5万だもんな高えんだよなうんそうですね確か5万か まあ、それやるんだったら6000系1本買うぐらいかな。まあ、とりあえず今日16時になったらトミックスから情報出ちゃうから、多分そっち次第なんだよなーって言いたいんだけどトミックス被弾してんだよなーって今年この頃。そうっすね。まあトミックスなんもなければ言いたいんだけど、まあ欲しい KQ が3月で e 4 k お j a パ a そうっすね。もうちょっと出し付き考えてほしかったっすね。一応6000系に関してはこちら15006に関してはね、1000円かけ出してたんだよな。 もともと去年で今年か、今年出した動画で、一応データ出してるんですけど、まあ、KQ の出してるし、で、600件も一応発売規模出してたし、残ったこっちなんですよね。貫通扉とトイレと、まあ、唯一の審判の8両しかないから、まあ、上2つに、上4つに関してはほぼ全滅的だし、そうっすね。どうなるか。まあ、8600に関しては一応予約しちゃってるから、って感じかな。まあ、あとは知らんか。とりあえずどうなるかなんだよな、ゴミックスの方が、って感じっすかね。 まあ、買うんだったら4月のセーブか。ただ、今回のトミックスがね、多分4月で出るんだよな。一応、前月末ので、何だったっけ覚えてないんだよな。確か、アクティが2月が先,先月か。あれ、先月何だったっけいやべ、覚えてねえな。えーと、一応3月が E4 系統に、ね、プラスアルファなんかあったんだよな。あ、レイルスターとあれだ。それ、レッドエクスプレスだ。 確かそうだね。この辺だとあれだ。海峡とかだ。ドラえもんになる前の。多分もしかしたら今月出るのが4月で3月が再生産品扱い。あの、モーター買いだだけのやつとか。その可能性が高いんだよなうーん、そうっすね。一応2月が、なんだっけ、アクティ予約しちゃったから2編成分まるまる3万4000円で安いからいいんだけど。 そうですね、3万5千回約。まあそうですね、安いからいいけど、アクティに関してはハイグレードじゃないから。まあそんなところかな、どうなるか見て、まあほぼほぼないとは思う。まあそうですね、一応、まあ今日4時頃だっけ、確か、あ,のあれが出るのが、トミックスのが。一応2分前から先月の新製品だけちょっといじくり回して、まあ動画撮りましょうかね、って感じですかね。まあとりあえず今回のマックスルードにしたいと思います。でまた次回でございました。ありがとうございました。